はい、2度目の登場で2度目も同じ東海花舞、最初の東海花舞です。正式名称は花音会東海花舞と申します。花音会で踊って、20年、東海花舞になって18年経ちます。それだけ私も年を重ねております。そして私が最初に出会った、今日 MC をしていたます、右側、私から向かって右側に、吉子先生、そして左側に大飛田先生。今日はずっとね、寒い中ずっとマイクを持って私たち仲間を紹介していただいてます。私の最初の印象が宝塚のかっこいいお姉様っていう印象なんです。皆様ちょっと今薄暗くて見えないと思うんですけれども、帰りに近づいて見てください。本当に素敵なお姉様なんです。大好きな吉子先生と大飛田先生です。寒い中ありがとうございます。そして東海花舞は今新曲に向けて頑張っておりますが、今までの仲間たちとは違うチームで3世代で踊っております。上の年齢は言いません。想像にお任せします。ただ東海花舞は条件がありまして、美しい、綺麗な、そしてイケメンじゃないと受け付けません。自己申告でございますが、とりあえず今ね、ちょっと明かりが映って、ね、みんな綺麗に見えるでしょ。よく顔も見てください。で、一生懸命踊ります。東海花舞の、いろんな観光場所、いろんなのが出てきます。よく歌詞を聞きながら聞いてください。応援してください。そして一緒に手拍子で参加をお願いいたします。 長くなっちゃったね、ごめんなさい。東海花舞、気をつけ、よろしくお願いします。直れ、頑張るよ。東海花舞2023、構え、東海花舞。Yeah!
こうやって皆様の前で踊れる場所があることが私たち感謝をいたします。花音会東海花舞メンバー一同心から感謝の礼、ありがとうございました。なおれ会場花舞さん、ありがとうございました。さあどんどん参りましょう。